私にとってファッションとはパワーだったり自信、まあ、ファッションがそのものが生き方なんじゃない、人と人をつなぎ気持ちをつかまえる、ファッションを通じてそんなこと多分考えたこと、唯一人間に与えられた当たり前、ファッションはなくなりません。こんな時だからこそ僕たちが率先しておしゃれでいようという気持ちを忘れないこと、それが大事だと思います。ニュースばっかり見ずに好きな絵を描いたりとか服の手入れをすることによってすごく気分が上がるので、そういう過ごし方をしてます。今も在宅ワークで一緒に過ごす時間ができてすごくそれが嬉しいです。まずその日の天気を見てその日の気分で服を選びます。ハーフパンツ短めに入ります。テレワークもやっぱお仕事なので、まあ、そのまま仕事に行ってもおかしくないもので選ぶようにしています。やっぱりちょっと仕事モードになったりとか背筋が伸びるというか、なんかきちんとした気持ちに出るので、明るい色を着るようになりました。一日パジャマでいてもいいとは思うんですけど、やっぱりこう着替えることによってモチベーションもすごい上がりますし、全然違います。食料とか買いに行く時でも楽しんだ洋服で出かけるようにしてます。そこにいる店員さんとかも少しでも元気になれればいいかななんて思ってます。休み中トルソーを購入したんですけれども、そのトルソーを使ってコーディネートを組んでインスタグラムで発信したりしてます。もちろんスーツとかジャケットを週1回ぐらいは袖を通すようにしてるんですけど、なんかこうすごくやっぱり気分が上がります。なんか改めて自分はこういう洋服が好きなんだなっていうのはすごく気づかされた気がします。今、まあ、ずっとこのお家の時間を過ごしているので、いかに過ごしやすくてお気に入りのものアイテムにこう囲まれている環境っていうのを大事にしていて、遊び心があって少しシュールで、でそれでいて可愛いもの、私にとってファッションとは気持ちを整えるものだと思ってます。気持ちをこう上げるとき、あとは落ち着かせたいとき、あとはこうきっと引き締めたいとき、なるべく丁寧に暮らすっていうところは心がけてます。家の中での服装も、まあ、外に出る服装っていうのも、まあ、正直僕の場合あんまり変わりがなくて、まあ、テレワークしててもあのマインドは変わらないので、まあ、イヴ・サンローランの言葉で言ったかと思うんですけれども、まあ、ファッションがそのものが生き方なんじゃないかなというふうには思ってます。いつも通りの時間に起きて、いつも通りの洋服の部屋で何を着るか悩む。自分の中でファッションとは洋服だけではなく、衣食住ライフスタイル全てにこだわりを持っていくことだと思います。お洋服と向き合う時間も減っちゃうので、ミシンを始めるようになりました。やってみたいけど得意じゃなかったものみたいなことにすごく向き合えるようになったな。スティッチワイピーでお直しをしました。あなたにとってファッションと、そんなこと多分考えたことないぐらい当たり前というか密接すぎる存在で、でも自分の気持ちを表してくれたりとか絶対的に必要なものだなっていうのを改めて感じた。ロンドンになるんですけども、結構厳しいロックダウン、実はほぼ外に出ておりません。結構いい部分もあって、夫とここまで長い時間を一緒に過ごせるのって多分初めてかもしれなくって、すごく新鮮で、やっぱり感謝を必ず人に伝えること、まあ彼がご飯ずっと作ってくれたらありがとうとか美味しいよとかで、そうするとやっぱり空気感も全然変わってくるし、こっちが容赦すればあっちも容赦してくれるので、うん、楽しい時間を過ごしてます。本当に家にいるだけなので、持ってるセレクションの中で普通はしないだろう合わせ方とかをして楽しんでます。自分のスタイルっていうものがあれば、トレンドに乗っかってなくても基本的に何でも楽しいんだなっていうのはすごく感じます。何でも家族みんなで一緒にやること、これを大事にしています。やっぱりこう人のコミュニケーションの場みたいなところは引き続き作っていて、やっぱり画面上でもみんなとやっぱすごく話してると楽しかったりするので、相手にどういう印象を与えるかなみたいなのを考えながら洋服を選んだりすると思うんですけど、やっぱり人と人がつながっていくものがファッションなんじゃないかなっていうふうに思ってます。私が、インスタグラムで、必ずハッシュタグで付け加える言葉があります。スタイリングで盛り上げようと、これを合言葉に、皆様と国難を乗り越えていきましょう。ビームスにいる人たちが、
当にみんな楽しいですし、すごいいい意味でファッションだからから。ファッションを通じて世の中を変えようと思ってるチーム、熱量が半端ない。100人いれば100通りのビームス。ファンドタイムズ。早く会いたいです。ビームスのスタッフが私は好きです。だよだよ、じゃあよ、一緒に切り抜けましょう。ファッションっていうのは自分だけじゃなくて誰かも前向きにできる、まさに今がその時なのかなと思います。みんなで明るくビームスらしくどんどん挑戦して新しいシナジーを起こしていきたいなと思っています。ファッションはファッションです。ビームスがご提案するファッションはなくなりません。これからもハッピーと、情熱を持ってですね、洋服の楽しさをお届けしたいと思います。